玉造町駅にて交換するキ、キハ602と四百432、玉造町駅付近空中写真より、玉造町駅は、かつて、茨城県なめがた市玉造港にあった、鹿島鉄道鹿島鉄道線の駅である。2007年4月1日、鹿島鉄道線の廃線に伴い、廃駅となった。島式ホーム一面二線に加え、南側に側線一本を有する地上駅。 駅舎は線路の南側に置かれ、ホームとの間を構内踏切が結んでいた。側線の南側に接して末期まで貨物用のホームが残存、その上に倉庫と消防団の建物が建てられている。なお、ホーム上には待合所が設置されていた。駅舎の横に置かれた男女共用の組取式便所は改札内外の双方から入ることのできる構造であり、 個室には大きな穴の和式便器が置かれていた。また、駅前広場にも男女別の推薦式便所が設置され、バリアフリートイレも完成した。1996年に業務委託駅となり、その状態で廃止を迎えた。末期には平日のみ係員が配置され、駅舎内の出発窓口で切符の販売等が行われた。廃止ごまもなくして駅舎及びホームは取り壊された。 前述のバリアフリートイレは現在もある。現在は鹿島鉄道代替橋として貫鉄グリーンバス運行の石岡市、鉾田市の各方面への路線バスが駅前広場を経由し、石岡方面からの一部便は当バス停止まりである。規模は小さいものの実質バスターミナルの役割を果たしている。バス停の名前は玉造駅停留所であり、玉造町でも 玉造町駅でもない。敷地内の一部は住宅分譲地となり、2021年現在は住宅が数軒建っている。かつては、貫鉄観光バス運行の板越方面、霞ヶ浦市、土浦市方面のバスがあった。土浦方面においては2012年6月1日より、貫鉄グリーンバスが運行を担当する霞ヶ浦広域バスとして事実上復活することになった。 現在の行き先は以下の通り、ありがとうございます。